プラットフォーム名古屋市営地下鉄高畑駅駅名標。高畑駅は愛知県名古屋市中川区高畑2丁目にある名古屋市営地下鉄東山線の駅である。駅番号は H01 東山線の始発駅である。当駅から尾波線の嵐湖駅にかけてのエリアに行政、公共施設が集中している。近隣施設である中川区役所が駅名標に併記されている。 島式ホーム一面二線を有する地下駅で、稼働式ホーム柵が設置されている。また、奥に留置線が三本ある。改札口は一箇所で、出入り口は五箇所ある。五番出入り口は、高畑交差点の周囲にある他の四つの出入り口から、南に離れた場所にある。2017年7月18日より、改札外に、ローソン名古屋地下鉄高畑駅店が設置されている。 当駅は東山線運転区の管轄となっている。なお、藤ヶ丘駅とは違い両ホームともに、始発電車が発車することが可能な構造になっているが、ワンマン運転開始後車内自動放送が更新され、桜通線で採用されている終点到着放送が流されるようになった。2019年度の乗車人員は407万3118人。 同年度の1日平均乗車人員は11,129人で、ある。2004年の名古屋臨海高速鉄道は尾波線、荒子駅開業により若干利用客が減少したが、運転本数や境などへのアクセスは依然として地下鉄が有利なため、荒子駅より利用客数は大きく上回っている。近年の年度別乗車人員の推移は、下評の通りである。 高畑駅周辺から青波線の嵐湖駅にかけては、中川区役所や中川郵便局、中川図書館など、同区の主要施設が立地している。金沢市を中心とする加賀藩の創始者である、前田都市への出身地は東駅近隣の嵐湖地区である。駅周辺は、海抜0メートル地帯である。海からは、離れているため、並沼線の駅のような傍聴扉は、設置されていない。 地下鉄東山線、JR 関西本線の八田駅や近鉄名古屋線の近鉄八田駅までは徒歩10分程度である。地下鉄高畑バス停停留所は高畑交差点の周りに設置されている。名古屋市西部における拠点として中川区中西部及び港区中西部方面へ発着する路線が多く設定されている。また、東低留所にはバスターミナルがないため、 地下鉄高畑が終点となるバスは客を降ろした後に、地下鉄高畑車庫の近くにある回転場まで一旦、改装される。駅南端の5番で入り口が近い。地下鉄高畑から南へ向かう系統のほか、以下の系統が発着する。中川コロナアールド行きの無料送迎バスも地下鉄、高畑駅5番で入り口近くに停車する。ありがとうございます。